はい、こんばんは。今日は今ここに映ってるんですけど、マダラカマドーマ、こいつからハリガネムシが出てくるかどうか実験してみます。で、去年は僕ハラビロカマキリでハリガネムシが出てくるかどうかの実験したんですけど、その時は出てこなくて、数ヶ月後にそのうちの一匹から出てくることになったんですけど、ハリガネムシっていう寄生虫がいるので、あの、水につけたりするとそれが出てくるので、今日はこのカマドーマに水をつけて、ハリガネムシが出てくるかどうか実験します。で、去年投稿したハラビロカマキリからハリガネムシが出てくるかどうかの実験の動画、あの動画、今僕の動画の中で一番再生回数が多いんですけど、なんか結構寄生虫の動画みんな好きですよね。な、好奇心とかで見るんかわからんけど。で、まあ、今日もちょっと出てくるかどうかわからないんですけど、実験してみます。で、ハリガネムシってカマキリに寄生していることが多いんですけど、カマキリの他には、ヤブキリとか、まあそういうキリギリスの仲間とか、あとこういうカマドーマ、あとなんかゴミ虫類にも寄生するみたいです。あの、僕が見たことあるのは、このカマドーマとカマキリだけなんですけど、あとヤブキリか。ヤブキリのメスから出てきたところも見たことあるんですけど、まあほとんどがカマキリですよね。まあカマキリの中でもほとんどハラビロカマキリなんですけど、まあ今日はこのカマドーマから出てくるかどうか試してみます。はい、容器に水入れました。で、この上から、この容器をちょっとだけ水につけて、カマドーマからハリガネムシ出てくるのか実験してみます。じゃあ行きます。あ、入った入った。さあ、どうや。あ、ついたな。出てきまへん。全然出てこないですね。いや、結構水辺の近くにいるやつだったんで、いるかなと思ったんですけど、やっぱりカマキリ以外にはなかなか寄生してませんね。